ネゴシエーション、日本では根回しといって非常に重要な部分を占めていると思います。例えば会議では、日本は、どちらかというと議論をする場ではなくて、資料をちゃんと準備して、で、報告を取るような形になります。で、その会議では、エグゼクティブが出席するような場合は、その会議のために事前の会議を開いたりして、仲間同士で意見を合わせておくというようなことが必要です。そしてまた、会議場で、判断を仰ぐときなどは、そのエグゼクティブに前もって内容を知らせておかないと、突然判断を議場で仰ぐと、そのような必要な、判断を突然言うんではないとか、と言って怒られたりします。ということで、以上です。雑音。